ついに来たか。始まる。終わりなき戦いが。よしみんな、33ページを元にすんだ。はい。分かったか。いいよ。はい。入学したばっかりだろ。授業サボるんじゃねえよ。みんな、これから学んでいることは将来絶対に必要になるからな。うん。何読んでるかお前。おい、漫画読んでんじゃないよ。英語やりなさい。バッ。でかい、しっかりやれ。みんな、おい見ろ。はい。お前寝てるぞ。あ、すいません。うん、しっかりやれ。すいません。佐々木。はい。いいな。ベグ、一緒に行きましょう。どうせ奴らのことでも考えてたんだよ。リュウ、その話はダメでしょ。ほんとバカだな。足手まといにならないか心配だな。やんのか。二人ともやめてよ。おい、そこうるさいぞ。すいません。喧嘩するほど仲がいいというものだ。どうした、寺島。頭が痛いからトイレに行ってきます。お、いやいやいや、待て待て待て、頭痛いんだろ。じゃあ保健室行けよ。ちょっと寺島。いやいや違うでしょ。なんでトイレなの。保健室行けって。ちょっと待って、おい待てよ。おい、授業どうすんだよ。いよいよ来週が戦いの日だ。そこで本部から助っ人が来たので紹介する。村上翼です。小川とは昔からの仲でよく一緒に仕事をした。今ではかけがえのない友だ。君たちともそんな仲になりたい。そして生きて未来を救おう。よろしく。よろしくお願いします。はじめまして、平井拓也です。まだ実際の戦闘は未経験ですが、皆さんよろしくお願いします。増田です。ここで死ぬつもりはありません。必ず生き残ります。よろしくお願いします。村上は同期だが俺より上の人間だ。作戦中は彼の指示で動いてくれ。了解。それでは下の階で訓練開始だ。それじゃ僕が案内するよ。わかりました。平井と増田は俺がいろいろ教える。よろしくお願いします。誰もかけてほしくないだけだ。そう。こいやー！はーい！はーい！おい、まだ終わってねえぞ。たけよ。ちょっと休憩しよう。ね。わかったよ、休憩だ。あっちで休もうか。おい、今日が本番なんだよ。戦いに支障が出たらどうするつもりだ。弱いやつは死ぬだけだ。もう一遍言ってみろ、このハゲ。やんのか、こら。構え。
やつらの助けを確認。喧嘩してる場合じゃないぞ。至急討伐に当たってくれ。了解、すぐ行く。みんな、いよいよだ。気を引き締めて。全員またここで会おう。それじゃあみんな、行くぞ！現在確認されているのは1体だ。全員本物の戦闘は初めてなんだから、危険を感じたらすぐに引くんだぞ。威張ったこと言ってんじゃねえぞ。来て、帰ろうね。みんなもそうだが、村上、お前も用心しろよ。大丈夫、僕のことより自分の心配だけしといて。わかった、じゃあまた。さてと、ぼちぼち始めますか。よし、入ろう。先輩、大丈夫ですか。もう男なんだからしっかりしてください。ごめん。じゃあ、入ろう。寺島見なかった。いや、見てないです。たく、あのバカどこ行きやがったんだ。だったら一緒に探しませんか。まあ、一人で探すよりマシか。いいぜ。先輩がいれば心強いっす。三浦先輩、まあ、先輩、しっかりしてくださいよ。あ、生きてる。いて、バカも起きたことだし、まずはここから調べるぞ。了解。ここは問題なさそうね。ああ。どうしたの？いや、さっきからは村上と連絡が取れなくてな。心配なら見に行くべきではないのかね。これを見てるということは、僕が殺されてると思います。念のため録画しておいたものです。僕は君たちと出会って少しの時間しか経っていませんが、とても楽しかったです。同僚であり、仲間であり、友達です。少しでも生きてください。僕は会えてよかった。ありがとう。さよなら。
したやつをぶっ殺す。守りきれなかった。いいの、いい、もう。ひらり、マスだ。よう。待たせたな。竜を頼む。死なないでね。ほう、あれを一人で倒したか。面白い。さて、俺も行きますか。
井上ちゃんどこだろう。てかここどこだろう。あ、なんだこれ。可愛いからもらっちゃおう。